天才に認められた天才。はいどうも、ついに YouTube チャンネル登録者数1万人を達成した男、ガッシーチャンネルでございます。皆さんは世界をあっと驚かせるような技術や企業を作り出したクリエイターや実業家と言われると誰を想像しますか？まあ、ソフトバンク創業者の孫正義さんや、Apple創設者のスティーブ・ジョブズとかね、思い浮かべるのではないでしょうか。今回はそんな天才たちが世に出るきっかけを作った謎の男、佐々木忠という人物について解説していこうかなと思います。佐々木忠さんは1915年島根県にて誕生します。海外への転校なども繰り返しながら学生時代を過ごした佐々木さんは、高校生の卒業研究にてマンゴーとリンゴを接ぎするといった品種改良の研究に取り組みます。そして完成したのがアップルマンゴーという品種のマンゴーで、この日本で流通しているマンゴーの9割は実はこの佐々木さんが作り出した品種らしいです。いやもう高校生にして果物の品種改良に成功するって、この時点で才能の片鱗がチラリチラリチラリズムしてますよね。まあ、そして大学を卒業して社会人になった佐々木さんはシャープへと入社、会社内でも様々な業績を残していき、世界で初めて電卓の成功にも成功します。まあ、当時計算機自体はこのように存在していましたが、どれも超大型サイズで、これを佐々木さんはポケットに収まるサイズへと縮小化させました。あれですよね、なんかドラえもんのどこでもドアの初代版をこのちっちゃくしたみたいな感じなんですかね。佐々木さんは社内で様々な実績を残していく中で、最終的にはシャープの副社長に就任します。そして副社長になったある日、佐々木さんの元に20代の若い男が訪ねてきます。その男は佐々木さんに対して、自動翻訳機というものを作りたいです、しかしアイデアが活気すぎるあまり周りが僕の言うことを理解してくれないと言い放ちます。まあ、現在ではスマホとかにも備わってる、まあ、電子翻訳機能ですが、この当時は1979年、まあ、今から40年以上も前の話で、そりゃ周りはねこの男の話にはついていけないわけですわ。しかし佐々木さんは違い、この20歳の男に興味を持ち、活動資金としてなんと1億円を渡してそのアイデアを買いました。そしてちなみにその男は手にした1億円を資金源として会社を立ち上げて大成功しました。誰か気になりますよね。その人物の正体はなんと後のソフトバンク創業者の孫正義さんだったのです。いやもうこれ先見の明とかいう次元通り越して、これ未来史っていうレベルなんじゃこの凄さは。そしてそして佐々木さんのとんでもエピソードはこれだけにとどまらず、彼の元にはまたとある人物が訪れます。その人物とはアップル創業者のスティーブ・ジョブズ。若き日のジョブズは事業に立ち悩んでおり、佐々木さんに、私は今ビジネスでどう動けばよいのか悩んでいます、あなたのビジネスのツールは何ですか、そう尋ねます。佐々木さんは、私のビジネスのルーツはアップルマンゴーだ、リンゴは北国の果実であり、それに対してマンゴーは南国の果実である、それを掛け合わせる、互いに違う素質を持つものを合わせた時に素晴らしい答えが生まれる、そう答えたらしいです。そして佐々木さんは、近い将来ネットワーク基盤の IT 機器の時代が訪れるとジョブズに進言し、これが後の iPhone 開発に繋がったとも言われてます。まさにアップル創業者のスティーブ・ジョブズにとってマンゴーは佐々木忠さんだったというわけですね。餅の告げ方がうまいんかうまくないんかようわからん。最後までご清聴ありがとうございました。この動画が少しでも面白いよと思ってくださった方は、ぜひともチャンネル登録よろしくお願いいたします。カッシーチャンネルでした。じゃあまた来てね、バイバイ。